JR 中央線武蔵小金井駅南口伊東洋華堂3階のメガネの前田でございます。こんにちは、メガネの前田の前田でございます。今回は、大人気ブランドエフェクターの中でも、根強い人気がありますラウンドタイプ、個性的な、丸メガネをご紹介したいと思います。大人気ブランドエフェクターの商品は中央線西荻窪より西側ではメガネの前田のみ取り扱いの限定商品でございます。こちらが今回ご紹介いたします大人気ブランドエフェクターの、ラウンドタイプのメガネ、フランジャーと新商品のリキッドになります。ラウンド型の丸メガネ、非常に根強い人気がございますが、元からあるのはこちらのフランジャー、8ミリ生地厚を使っておりますけれども、フロントの部分が、正面から見るとそんなに 厚地ではないので、まあ、それほど違和感なくかけられるタイプ、そしてこちらの方が、新商品のリキッド、こちらの方は、フランジャーとは違って同じ8ミリ生地厚ですけれども、フロントの部分も非常に厚めにできておりますので、大変インパクトのある、エフェクターらしい、ラウンドタイプのメガネと言えると思います。非常に個性的な、ラウンドメガネですけれども、大変根強い人気がございます。ラウンドタイプお好きな方は、ぜひ実際にご覧いただきたいと思います。私が、エフェクターのラウンドタイプ、まずはこちらフランジャーかけてみました。ラウンドメガネ非常に個性的なんですが、こちらの場合、先ほど申し上げましたけど、フロントの部分ちょっと薄めにできてますんで、そんなに違和感なく、かけやすいんじゃないでしょうか。こちらがフランジャーですね。続きましてこちらが新商品のリキッド、同じ8ミリ生地厚なんですが、もうフロントの部分もすごく厚くできてますので、もうすごいインパクトですね。こういう個性的な、個性的で、これこそ本当にエフェクターらしいメガネと言えるんでしょう。ノーベル文学賞作家の大江健三郎さんかけてるようなもこんなメガネだと思います。こういうインパクトのある本当にまさにエフェクターらしい、フレームお好きな方はぜひ実際にかけていただきたいと思います。